ズコスタリカ。学べジャパン開幕からの快進撃が止まりません。その原動力はエース木村沙織。現在チームトップの55得点で日本を引っ張ります。頼れるエースが今日も打って打って打ちまくる。開幕4連勝を狙う学べジャパン。コペがこれは返すだけです。さあ日本はチャンスボール、バックアタックを打ってきました。木村のバックアタックが決まりました。いいサーブだ。深いところエンドラインいっぱいに入りました。なんと日本10連続ポイント。日本のエース木村の勢いはこの日も健在。序盤からサーブで崩しコスタリカを圧倒。第1セットを奪います。第2セットに入るとさらに切れ味を増す木村のプレー。山口がサーブレシーブをしました。木村が押し込みます。うまいうまい。先ほど大林さんからのリポートもありましたが、その江畑選手がコートに入りました。バックアタック、木村のバックアタック。これぞまさに真のエース。緩急自在の攻撃でチームを牽引し第2セットも連取。32年ぶりのメダル獲得へ、その鍵を握る24歳がコートの中で躍動します。そして拾った日本、佐野のトスを江畑よくフォローしています。竹下、そしてバックから木村、決まるか。決まりました。日本25点目。セットカウント3対0で日本4連勝。いよいよこれで明日セルビアと全勝対決ということになりました。さあ舞台は整いました。明日は全勝対決、運命のセルビア戦です。セルビア相手に自分たちのバレーをしっかりして、苦しい試合にはなると思うんですけど、でも勝ちたいなと思います。